はい、アリサです。今回はアリサがおすすめのジャンクリアーズさんで購入したものを紹介していきます。それでは早速紹介していきます。1個目、2個です。2個2個紹介します。1個目、どっちにしようかな。これいきます。じゃん、メイクパレットのレインボークラウドっていうスマホケースに見えて、じゃん、このね、リップとかアイシャドウとかが入ってます。で、これは本体は1000円で、税込みで1080円です。1080円です。2個目、最後、じゃん、こちらはリップグロスパレットユニコーンです。このラメが可愛いよね。で、このボタンを押したらポチッ、あれ、こっちか、あ、こっち、ポチッ、あ、こっちか、ポチッって押したら、このね、こんな風に鏡、見えにくいと思うんです、このこれ、こんな感じになります。こんな感じになります。かわいい。でね、これね、やばい、やばいのよこのね、ガードしてあります。落ちないように、こぼれないようにガードしてあります。めっちゃいい香りするんだけど。見てください、これ。ほら。リップがここで、アイシャドウかな、ここの2列が。で、この上はリップだと思います。キラキラの。いいね。小さいけど、たくさんの種類があるから使いやすそうです。じゃあ次。こっち、ユニコーンちゃん。ティアラチャンネル。おー、かわいい、ユニコーンだ。ほらほら、めっちゃかわいい。で、これね、これもこれと同じで1080円でした。税抜き、税込みが1080円で、本体は1000円です。では、なんかプッシュなんちゃなんちゃって英語で書いてある。何これ、ほら、プッシュなんちゃなんちゃ、あ、こっちか、プッシュなんちゃらこんちゃら。では押します、いきます。じゃあ横にしようかな。お、もう一回、もう一回、楽しい、このカチっていうのが好き。いきます。スローねいい。ほら、これも鏡が大きいし、ここのね、このリップ、これリップパレットなんですけど、水色とか黄色とか、水色とか黄色とかオレンジとか紫とかピンクとかレッドとかホワイト、透明みたいなリップがあります。色とりどりで可愛いです。あとリップブラシもついてます、ここに。ほら、で、これも多分、めっちゃいい香りする、フルーツみたいな、可愛くない、これ、可愛いティアラチャンネル。ということで、今回はアリサおすすめのクリアーズ購入品を紹介しました。今からこれで変身します。マジマジマジカで、あかんっていう